あれはロックやからやな。ね、あの人は、うん、でもまあ、すごいお世話になってるので僕はタモリさんにも、うん、嘘やな、よう飲み連れてもらってお前はこうだぞとか、うん、まあ師匠みたいな人ですさりげない自慢はそういうふうにしてるそうそうそうですね、なんかそれでじゃあやってみようかみたいなことですね、うん、じゃあ多角化してるというよりは、うん、ロックで考えたら、うん、もうその西野がやりたかったことがお笑いなんやあんまだからいろんなことに手つけてる感覚は自分的にはまあない、うんうん、人から見たらやっぱそうしたって多角化してるって見られるかもしれないですけど、うんうん、結構一貫してるんですけどね当時からタモリさんっぽいね。あ、まあでも本当タモリさんって、はい、あの人ってお笑いで出てきたはずやのにお笑いとちゃうことやってるやんか、ね、じゃあお笑いとちゃうぞっていうふうに言われへんどっかでなったやん、はいはいはい、いわゆるその大気圏脱出みたいな、はいはいはい、重力圏突破したって言われる、はい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 、昔あの海洋堂がよう言うてて、はい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 、海洋堂がなんかうち何しても悪口言われた、それはね重力圏を突破してないからですよもっと海洋堂の儲けが大きくなって重力圏突破したら誰も言えへんなりましたでも突破せんうちにいろいろやると落ちるんです。なるほど、同じやな。 あの人だから坂を語っても電車語っても料理やっても誰も文句言えへんやん。そうですね、タモリさんやか ら、 で、あれはロックやからやな。あれはすごいですね、あの人は、うん、でもまあ、うん、すごいお世話になってるので僕はタモリさんにも、うんうん、そうやな、よう飲み連れてもらってお前はこうだぞとか、うん、僕まあ師匠みたいな人ですから、まあ、さりげない自慢はそんなにしてる鼻についたかこれか出てまうんですよね、なんか出てまうんですよ、溢れてるんですよ、なんか溢れてるんや、自慢が溢れてるんですよ、あのこれやな。でも大体分かってきました、はい、そうやって その瞬間に言っていただけるとすごい分かりやすいですニコ生の絵とかこの習慣ね好感度落ちたとかうぜえとか書いてくれるやん。だこれで言う方も満足するし書かれてる方もこれ読むわけや。ああそっか、読んでちゃんと僕ら微妙にへこむやん大丈夫や、これ見てる人こんなん出てるやつへこめへんと思うか分からへんけど俺毎回言えへんけど毎回落ち込んでるから君たちは孤独ではないね君たちが俺を孤独にするだけや。いやそれは iPhone 落として拾ったあの開示で言うと死んで生き返ったやつやから、まあ、ゼロに戻っただけなんだけど、ゼロに戻っただけやっぱこの不幸からのことはね伸び率があるから、はい、で、はい、絵描いてみてどないですか。それで、うん、とはいえ僕も、うん、絵本出すタレントさんとかあんまり心よく思ってなかったんですよ。なんかちょっとあるじゃないですか、はいはいはい、あいつらちょっと売れたから出しやがってみたいな、はいはい、絵本ってまたさ一番アホでも描けるジャンルやん。そうですね、そう、いやいや本当そうだから売れる絵本ってほんまに才能ある人しか描かれへん、はい、ああなるほどなるほど。絵本って描きたいやつが100万人おって、はい、描いてる人が200人ぐらいしかおれへんっていう、はいはい、日本で一番競争率の高いジャンルやねん。はいはいはい、うん、ああそうですね。だからタレントさんが、うん、結構こう知名度ある人バテたんですね。そうやね、だから知名度で出して、はい、実は売れへんのが多いのも絵本の特徴。ああそうですね、うん、それで、うん、タモリさんのその話してて、うん、なんか絵本出すタレントムカつくなみたいな話になったんですよ、うん、タモリさんに僕最初絵を描けって言われたんですけど、うん、絵は僕嫌だって言って、うんうん、でもそういえば物語結構作るのが好きなので、うん、じゃあ絵本で手打ちにしよう、そういえば絵本出すタレントムカつくよね、で、うん、あいつらちょっと黙らせてやろうみたいなところからですね、うん、じゃあどうしようと思ったんですよ、うん、僕が出す以上やっぱ同じように言われるよなと思って、うん、絵本出しやがってみたいな、うんうんうん、なんかちょっと芸人がうん、ちょっとなんか人気あるから出したんでしょって言われるよなと思って、うん、で結構負けず嫌いでですね、うん、その声おまけに負けず嫌い、おまけにほんまにこれでギター持ってったらほんまに嫌なやつやねでもやってんねやな、やってんすよやってんねん、最近ピアノも習おうかなと思ってんすよどうします、死んで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 中途半端な才能ばっかり100ぐらい持ち上がって死んで死んでね、ギターピアノええな、全然絵本を出そうと思った時に、まあうん、黙らしたいと思ったんですよそういう声を、うん、中学生時代の僕は絶対それに対して絶対何、うん、キングオブに出しやがってって言うから、うんはいはいはい、黙らしたいと思った時にどうしようと思った時に、まあうん、最低ラインとして、うん、じゃあ絵本作家には勝とうと思ったんです、うん、で、うん、どうやったら絵本作家に勝てるかなって考えて、うんうんうん、それ で、まあ、僕絶対そうなんですけどいつも勝ってるところで勝負するんですよ、うん、探したんですよ絵本作家さんに勝ってるところ何かな、はいはいはい、じゃあやっぱ画力はよく分かんないですよ、やっぱ僕習ってもないですし、うん、勉強もしてない画力も分かんないし、うん、出版のノウハウも分かんないし結局ね、うん、絵本作家さんにまあまあ負けてるところばっかだったんですよ、うん、ばっかだったんですけど、うん、1個だけ時間は勝ってるなと思ったんですよ、はい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 、時間っていうのは1つの作品を作るのにかけることができる時間、はい、向こうはプロやから年間1冊とかのペースでかけへんかったら食ってかれへんとかあるもんな、そうですよね、そう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 、うん、それで僕は別にこれで食っていかなくてもいいので、うんうん、
10年とかかけることだってできるから、うん、またさりげにさりげになんでしょこれ、うん、ええよ、ええよ、ええね、この自慢の弁がバカになってるんですなんか、ええね、もうこの バカになっちゃって、はい、ええね、止まらないですよ、はい、ええね、それで、うん、あでもこれ僕は副業なんで要は、はい、あのこれで食っていかなくてもいいと思ってフォローがさらにええですね喋れば喋るほど喋れば喋るほど、まあまあ時間はだって分かるもん天秤普通天秤で本書けえもんそれであアホほど手間かけやがってやよそうなんですよ、うん、それで結局、うん、あ時間はかけれるんだと思って、うん、でその本業の方っていうのは、うん、例えば1冊の絵本を描くのに、うん、10年かけることはできないんだと思った瞬間に、うん、あそっかと思って作るのに時間かかる本作っちゃえば、うんうん、競争する必要がなくなるなと思って、うん、推し守ると同じ考え方やな。あそうなんですか、うん、推しさんもそうなんですか。推し守るはあの30分アニメでやると他の演出家とそんなに差がないから、はい、俺はもう劇場作品しかせえへんとか自分の気に入ったあの人しか呼べへんとか。やっぱりねアニメの作家でもいわゆるテレビで週1本やって力出せる人と集中したところで力出る人がおんねん。ガンダムの富野さんとガンバの冒険とかエースを狙う出崎さんっていうのは週に1本やって力出せる人やねんけど、はい、じゃあ何億と思うて劇場版作ったからといってもその、ね、テレビ版の、ね、2倍程度しか力出ない。おしいさんってその何やろな劣悪なスタッフとか普通の、ね、スタッフ与えられると、はい、そこそこのもんできないけどやっぱず抜けたもんってなかなかできない、はい、そこは絵も集めなあかんから多分似てると思う、うん、あそうだったんですか、うん、まあでも本当に僕、うん、だからとにかくそう、まあ、時間かけたらいいんだと思って、はいはいはい、で、東急ハンズに行って、うん、一番細いペンくださいって言って、うん、物語もちょっと絵本にしたらちょっと長めに書いてですね、うんうん、つまりこの時間がかかるようにかかるように作ったんですよ、はいはいはい、でこの画風になったんですけど別にこの画風が好きっていうわけじゃなくて、はい、この画風にしたら、うん、その絵本作家さんとそもそも競争することがないと思って、うん、じゃあ負けることはないと思って、うん、それでやったんですね。でもこれはどっちかというとグラフィックノベルとかそのバンドネシネとかその何やろヨーロッパのバンドネシネって何ですか。バンドネシネってあの、はい、フランス人が漫画のことを言うときに、はい、フランス人とかベルギー人がバンドネシネっていう、はい、バンドネシネだからコミックのヨーロッパ版やと思って、はい、ああなるほどなるほど。それに近いやり方やよね。だってストーリーも大人向けで、はい、その絵もなんかアメリカ人と日本人とね漫画を読むスピード違うねんな。へえ。あの人だってさすっごい薄い漫画の本買うやん、はい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 、あれなんでかって言ったら1ページとか見んのに10分とか20分ぐらいかかる。へえ。だからあれをほんまに読むねん。でも僕ら漫画見るやん、はいはいそうですね、読めへんね、はいはい、一度見た漫画を、はいはい、読めへんね。だから一見開き一見開きパッパッパッってやって一息の間にジャンプの連載やったら一つか二つぐらい読めてまうやん、はいはい、あれは日本の漫画の読み方であってコミックの読み方違う。もっと一枚一枚絵を見なあかんのがアメリカンコミックとかそのヨーロッパの世界 で、あ そ, うなんですか。その世界でのその漫画に近いから俺ね絵本というよりこれ漫画に近いなと思って。あなるほどなるほど、うん、あなるほど。いやでもね僕もね、うん、これで出したんですけど、うんうん、もう書いてる時やん天才だと思ったんですよ。なんか自分のことはい。だってもう絵なんか習ったことないのにあ比較のために聞くけど漫才弱舞台弱ったと俺のこと天才と思うの思うんですよ思ういやでもしゃあないじゃないですか。自分で思っちゃったんですもんおーすげーと思って絵本描き出したらこんな絵描けんのと思って、うんうん、で出したら、うん、僕本当に100万部ぐらい平気で売れると思ったんですよ。その100万部っていう数字がよく分かんなかったんですよ当時は。なんか芸人そんな冷たい顔せんでくださいいやそ僕は本のこと俺ですら58万部しか売ったことないねん本は自慢出たなこれでも僕知らなかった。あのちょうどキリンの田村さんのホームレス中学生っていうのとか、はいはいはい、あの劇団ひとりさんの影ひなたになんか芸人本ブームみたいなのが一時あったじゃないですか、うんうん、でその時に芸人が本出したらすごい売れてたので、うん、あこれは僕も100万部ぐらいいくぞと思って出してみたらね、ちょっと待って、はい、そういうところで評価されるん違って、はい、絵としてと言いながらも、はい、そんなんも期待してんや期待してんじゃないで出ちゃうんですよ出ちゃうんすっごいやつやで結局3万部だったんです、うん、売れ行きが、うんうん、それで、と思って、うん、100万部売れる予定だったのに怒られたやろ。でも3万部絵本の世界ではでかいやって言われてたけどすごいでかいんですけど、うんうん、でも自分の中では100万からの3ですから、うんうん、下がり方がすごかったんですよ。はい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 、はい、で2冊目も大体、うん、もうだ3万部ぐらいで3冊目は次行ったぞと思ったらこれもまた3、これが3、これも大体3万部ずつぐらいなんですよ、うんうんうん、で伸びてなくて、うん、でこれやだぞと思って、うんなんか結構時間かけてるんですよ、はい、でこれをもうなんか見つかんないの嫌だなと思って、うん、せっかく一生懸命作ったから、うん、で
そっから多分今の話になるんですけど、はいはい、なんかこう自分のやってることももうちょっと見つかりたいと思って、はいはいはい、それで売りたいと思ったんです。なんか、はいはいはい、ちゃんと届けたいと思って、いわゆる売れるプロジェクトにしたい。はい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 、あのジブリ鈴木敏夫的発想。いやでも、うん、いやいや無理だよ。そのアニメを作る時にちょっと待てよと、はい、夏場にゼロ戦やったら売れるんちゃうかそんなことは絶対言えへんねんけど、夏場にゼロ戦やったら売れるんちゃうかとかさ、おいおい声優さんに庵野秀明使ったら売れるんちゃうかとか、聞きたくないな。本編クオリティは下がるけども聞きたくない話やな。夢壊れんな。でもなんか何言うてね、泥や汚いもんの中に咲くもんが花や夢やないか。俺は今泥の話してくんや。泥やジェニーの話しとくんじゃ。その上に綺麗なもん咲いたら花じゃ。面白い。でなんか売りたいと思ったら、うんうん、なんかそれまでは、うん、でも不幸なやっちゃな。普通そういうのってさ、はい、プロデューサーがついて売りたいって考えてくれるのに、宮崎駿そんなん考えんでええねん。ええー、なー、あのおっさん。そうそうそう、あのおっさんええなー。なりたい。宮崎駿になりたい。なりたいな、ええー、なー、うん、でもなんかそう、でも自分で考えるしかないねんね。やっぱり、うん、まあそうですね、うん、で考えたのがそのクラウドファンディングで本作りましょうかって、一回次、はい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 、やってみようと、はいはい、そう、なんか、はいはい、ニュースになる、もう目線でそろそろ行きますかみたいな目したけど、そろそろ行きますぜ、この流れで言うたらもう本音しか言われへんやろ。さて本日の対談いかがでしたか。かつての長寿番組笑っていいとも出演の縁で知り合ったタモリさんの助言で絵を描くことになった西野さん、選んだジャンルはなんと絵本でした。そしてこの小さくてそれゆえ生き残りが難しい市場で勝負することになった時、自らの強みを分析してあえて点描という気が遠くなる作業が必要になる画風を選んだところに、彼の類稀なマーケティングセンスを感じました。お笑い芸人の世界でもいち早く頭角を現すことができたのはオンリーワンになる姿を見つけ出して競争優位に立ったり、無競争で勝利するみたいな基本動作を会得していたのでしょう。オタキング CH 管理人、岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。